こんにちは、キャモナナミタカと申します。以後見する今日、前回レモンを倒していろいろとなんかもう真相がてんやわんやしてるっていう状況でね、もう正直終盤おそらくこれで決戦前夜のねお話を見せれるかと思うんですけど、じゃあここでねちょっとこう G にレギュルスの丘をクリアした後この G に来ることで画家のリシチャのイベントがねどうやら進むらしいので一旦ここやっていきたいと思います。これをやることによってフォックが最終的奥義をね、この後またいろいろイベントやんなきゃいけないだけ覚えられるということでやっていこう。でなんだこれ 10G にこれは関係なかったわ。ちなみにここはね特殊な街で G にガルトではなくて G にっていうものを元にしていろいろとやっていくっていったね、そういった街になります。無事のようです。あ、じゃあここ夜じゃないとやんないんだっけな。そう、ここ確かね夜になるとねめっちゃ栄えるっていうか、まあ、夜の街なんですよね。結論。歌舞伎町みたいなもんだと思って、や、もう歌舞伎町よくわかってないけど。栄え。それでは夜の陣をたっぷりとお楽しみくださいということでね。そう、ここはね、夜が本番です。こうやってね、お金を失ってしまうと何もかも失ってしまうみたいな。こいつはギャンブル狂いだな。よし。そんなわけで、ここ夜の街ではね、陣といったものを使っていろんなことができるんです。ビッシュベイビーの置物か。いや、買わないです。もったいないって言われても、よくわかんない。うちは断然安いよ。あ、今日、ここはガルトなんだね。ごめん、ここはガルトらしいんだけどさ。そう、あのね、基本的には、あの、ウィスとかはね、できるんですよ、ウィスとかも。で、そこで、ジーニを使って、いろんな書き事をするっていったものになります。全財産吸っちまったな。ほら、もう、ここ、ギャンブルの街。カジノ&、ほら、カジノってある。ここでね、ウィスできるんですよね。これはまだ、ゆくゆくやっていこうかな。将来的にやりたいなと思います。で、ガルドジーニね、交換できるってのもあるんです。ポケモンのさ、ほら、赤緑、ファイアレッド、リーフグリーン、あとは、ルビサファとかでもさ、あったじゃん、あの、メダルコーナーみたいな。あれみたいなもんだと思ってくれれば一番わかりやすくなるかなって。やべえ奴らバカなんて、ここやべえ奴らがバカです。コルレーの壺には資源効果。あ、それコルレーの壺持ってるわ。まあ、それはいいか。あ、で、いたいた、画家のリシチャ。リシチャまだ、ホールはついていたのか。やっぱ夜景か、まあ、こうやってね、あの、さっき廃れた街というような印象だったけど、夜になるとこんなわきあいあいしてるんですよ。これもね、僕実はね、初見の時ジーンね、偶然見つけたんですよ。だから廃れた街だなと思って、ジーンに行って短歌を見つけて、で、宿屋で泊まってみて、見るかみたいな、ジーンなんてどうせ使えねえだろうと思ってやったら、あの、こんな街になってて、ええと思ってびっくりしちゃった。まあ、オークションとかあんまやってこなくて、ウィスやってぐらいかな。一回ウィスやってぐらいなんだけどね、すごいこのジーンの街はね、得して、すごいびっくりした印象があります。へえ、ついにで、ソウスケジブックどうするんだ？優しい幼馴染の眠る海へ。亡くなってたってことかな？夫思って、え、もしこいつさ、夫って、いやもう、フォックではないんだよな。夫婦を始められる。こいつもしかして死因ってこともないっけよ。お、知るしかリード、フォック。近いうち行方不明、あ、やっぱフォックの奥さんだったってことこれ。お、このイベント僕初めて最後までやって、ちょっと?というわけで、キャンセラーってアイテムゲットしたっけ？これがなんかすごいんだっけ？初めてゲットした。豪快さん専用武器、まあ、これフォック専用武器ね。術技をレベル1、2、3順でキャン、バケモン地味って上がる。ね、フォックの術技ってま、数少ないんだけど、レベル1、2、3って設けられてるらしくて、このキャンセラー使うことで、特技、術技、奥義みたいな、特技、秘技、奥義みたいなノリで、レベル1、2、3ということで繋げられるらしいので、要は何が言いたいかっていうと、バケモン地味だ。そんな装備だったわ。あー、びっくりした。で、これをね、またあの、フォックでね、やれば、いけるはずなんで、じゃあ、イベントを進めつつ、フォックを連れてね、またいろいろと、フォックの技、覚えさせちゃうか。いやー、お待たせしたぜ。ようやくリバビウス、リバビウス候補だったような気がする。いいね。インフィレのセリスティア、じゃないや。これどう見てもシレスカの人だけだわ。ロエンどこ行きやがった。まあ、シレスカの技術の方がすげえからな。まあ、インフィレはせいぜい、土木作業、力仕事でもして、どうぞ。あ、こんにちは、アイラさん。戻りました。いや、もう、めっちゃ時間かかったよ。レム戦に2時間かかったわ。まあ、アイラさんも。ところでこれなんだけど。はい、リバビウスコを持ってきました。おじいちゃんの早いな、お前ら。インフィル見つけたんだ。これ足りなかったらまだまだ調達できんぜ。よし、よろしくね。レンズ加工。テレドブですよ、思い出した。このレンズの加工みたいな。明日は不倫情報発射。ああ、じゃあもうラスダーまで、あとちょっとか。じゃあ、決戦前夜って感じかな？あ、まだか。ああ、セーファーと観測所。はい、わかりました。あ、そっか。そこで決戦前夜があるんだったわ。確かに。
ゾシモスもやっぱ優秀なんだよな。さすが大腸をね、司るだけことあるわ。じゃあ、ここはね、パワーパッド観測所まで行っちゃいますか。ルイシカにまた来た。フォックをね、仲間にしました。ほら。フォック仲間にした。それ、防具とかちゃんと後で買っとかないとな。けど装備はね、何万ガルドかな ?8 万ガルドかけて、このグランマグナムっていうのをね、作りました。そういったのもあってね。4万ガルドでプラズマカノン。で、その後、さらに4万ガルドの投資でグランマグナムが作られていた。そういったフォック専用の武器を作るさ、なんか、シュレシカ単位いたわけよ。で、それをちょっとやりましたっていうのが一点。で、もう一つ、これがね、さっきの画家のリシティアについての重要な情報があって、とあるね、シュレシカ単位に話したところ、なんと、フォックの元奥さんは、あれだよ、あれなんだよ。元絵描きだったっつ、元絵描きっつか、なんか画家っていうこと書いてあったね。画家でしたみたいな書いてあって、やっぱリシティア、あれじゃねえかなって。やっぱり画家、あ、そして宮城すいねえと思って、あれって思ったんだけど、ここもしかして、ここにいるの?それわかんねえわけだ。今通り過ぎちゃったもん。だからね、やっぱリシティアは、フォックの奥さん説濃厚なんで、あ、宮城出てきた。そっち行ったんか我。お、懐いてる。かわいい。めっちゃ懐いてんじゃん。あー、フォック。お前はなんてことでね、最後のフォックの技である、エレメンタルマスターだっけ?エレメンタルマスターは、ちょっとラスダンの方でとあるアイテムゲットしたり、あとエクストラダンジョンとかでとあるアイテムゲットしたりとダメらしいんだよね。そこまでやれるかわかんないけどさ、まあ、無理だろうな。アクアスパイラルがあれば正直いいんだろうけどな。まあ、イカス部品を見つけた。お、大砲改造できる。あ、いや、それはあれか。種類した時はうんぬんかんじゃ、ダークレーザーとりあえず習得した。オッケー。このダークレーザーはクソ雑魚なんで、もうやめます、これ。ゆっくりテイルズ解説テイルズ解説チャンネルがあったんですけど、ダークイレーダーってこれね、サンダーブレイズと同じです。要はね、目の前にしか攻撃できないんだよ。目の前の近いところしか攻撃できないから、要はね、フォックがこれを使うには敵の近くまで行かなきゃいけないわけなんですよ。で、そこまで行った割にはダメージが正直アクアスパイラルがある以上、クソ弱いから使い道はないよねって言ったのが、そのチャンネルのね、ツッコミでしたね。僕もその話聞いて、サンダーブレイズと同じじゃねえかみたいな思ったからさ。ダークイレーザーは使えません。これだけ封印します。浮かないとおっしゃって答えがわからねえ。後半は結構真面目なスケートばっかだな。に思えちまう。誰もがその人なりの事情を抱えてるの。あ、そっか、セーバーとシルの話か。だから答えは一つじゃないのかもね。けど何かを犠牲にしてでも一つの道を選ばなきゃならないんだとしたら、私リットについてくからね。これが仲間ってやつか。そりゃ心強いや。いいな、このリッドとファルの関係性。あのさ、レディエントマイソルジュ1のリッドね、なんか知んないけど、ただ食いしぼけやなってね、結構ショック受けたんだよね、僕。エターニアやった身としてね。テイルズ・オブ・クレストリアのリッドはね、本編に近いリッド良かった。結構かっこよかった。クレストリアに出てきたリッドは。外伝作品しか知らない人は、もしかしたらさ、そのリッドがどういう描かれ方してんのかわかんないけどさ、特にレディエントマイソルジュ1をやったことある人からしたら、リッドって食いしぼキャラ万歳で、のほほんとしてやれやれ系なんだなって思うと思うんすよ。てか僕も多分エターニアやらずに、リディアントマイソルジー1だけしかやってなかったら、絶対そう思った。で、リットってこうやってね、しっかりと悩みみたいな。やれやれ、ただのやれやれ系で終わらない。ちゃんと悩み、責任を感じ、そして答えを見つけ、熱い思いでね、歩んでいく。熱い男なんですよ、リットは。ペーパーと観測所に来ました。結構道迷った。中継式どこ、ん?中継基地どこだったっけってマジでわかんなくなっちゃった。無駄に数分くらいなんか、海を走ってた気がすんな。ああ、すぐ行く。あれで、これでこの後どこ、ああ、ここで決戦前夜かな。あ、いいですよ。わかった。行ってらっしゃい。そしたらじゃあ俺とコラはどうするかな、みたいな。ちょっとその辺まで船を出さないか。エンジンの調子を見ておいた方がいいだろう。チャットもさ、こうやってずっとついてきてくれるし、ドラマ CD めちゃくちゃ大活躍してびっくりした。チャット好きになっちゃったもん。いや、後日さんのドラマ CD 見たとき、チャット、リットにブチ切れたりとかもしたからさ、あなた、ごめん、ロエン、お前もドラマ CD で大活躍だったな。てか、お前の活躍と、キャラにね、びっくりしてしまったと、ドラマ CD では。じゃあ、アイラも活躍あります。でも、
司令しかだけでは不可能です。じゃドラマ CD はちょっと脚本違うらしい。インフェリアと力を合わせることができたおかげです。一つ聞きたいことがある。セレスティアは競争世界だと聞いた。ロム馴染んでんな。あんたはシルエシカのリーダーになろうとは思わないのか。すでに実質的にはあんたがリーダーみたいなもの。やっぱそう思うよね。僕も最初そう言いかけたもん。あれアイラが実質的リーダーじゃないみたいなと思ったけど、フォックはただお語りではないんですみたいな、その話出てくるけ。ちゃんとそんなことありませんよ。私が落ち着いて陣頭指揮を取れるのはボスがいるからこそなのです。これきたてかね、ここのシルエシカのメンバーもそのアイラについて言ってんじゃなくて、やっぱね結局フォックについて言ってんだよ。もちろんアイラのことは大切だけど、フォック の人望というかフォックの魅力に惹かれてみんな集まってきた勇士の人たちらしいよ。そしてさらにこれ、ぶしつけで悪かった。俺の周りにはもどかしい奴らが多くて嫌になるんだ。デデちゃん、ボスが可愛がっているミヤキ。あ、出た。これは現在行方不明中の奥様がもともと飼っておられたものです。そうだったっけ。もっと奥さんいるんだよな。私はそういうボスに一生ついていきたく思っています、副官として。かー、そうなんだ。アイラはねフォックに惚れてんだよ。強いんだな。奥さんがいる、まあ元奥さんとはいる、奥さんがいるっていうのは分かってたので。そしてロイもねめっちゃアイラと仲良くなってんじゃん。お、来た来た来た。これチャと食いチャックイ？チャックイ？あのカップリングわかんねえけど。はあ、これは動物の毛ではないですか？チャットな、本当に何系でいいやつだした。ドラマ CD の大活躍とか見てるとチャットめちゃくちゃ好きになっちゃったもん。正規ぶち壊れるわ。僕の大切なクレーメルエンジンが汚れてしまう。エンジンでオナニーするな。クイッキーのアホは始末に負えません。クイッキー好きなんやな。困った飼い主ですね。このデリケートな機械たちが野蛮な動物に弱いことくらい分かってほしいものです。ペットを飼う責任者が。来たー、クイッキー。クイッキーが攻めるかもしれない。食いちゃていてー。まさか。ここにも毛が。冗談でしょ。あいつはメルディさんと一緒に観測室へ行ったはずでは。まさかですよ。出てこいクイッキー。今ならチャットと触れ合うことができるぞ。クイッキークイッキーやっぱチャットのこと大好きなんやなって。なんでお前がこんなところにいるんだよ。クイッキーなんかに、なんだろうね。いじりたいんだよ。ほらほらチャットの可愛いとこ、これめっちゃ可愛かった。これ初見時の時めちゃくちゃなんか失礼なんですが、おっきしてしまいましたね。僕の機械たち。そう、ここで立ち向かうんだよ、チャット。とうとう、苦手なクイッキーに勝負を挑む。けど、ほら、可愛いんだよな、ここのチャット。ここなんか印象残ってんだよな、ここ。元に出てくれよ。ほら、ここには何もないよ。ベルディさんだって、外にいるよ。クイッキー暴走しやがって。だからやめろってば。毛が飛び散るんだよ。掃除が大変なのやめて。ここのやりとりめちゃくちゃ最高に大好きなんだよな。ちょっとかわいそうなんだけどね、ちょっとかわいそうなのがあれなんだけど。だからガチ泣きしちゃうんだもん、ちょっとそこだけかわいそうなんだよな。ちょっと負けるな。あー完全敗北、分からせ。ちょっとかわいそうなんだけど大好き、ここのシーン。そんな、あれここどうしたんだっけ。結果が出たかな。ああ、最悪。ああ、そうかそうか。最終決戦のよくある展開です。長くても3スオーム。それより短いかもしれない。テイルズのあるある、もう時間がないぜっていう、そういったあれです。じゃあ単位がよくわからん。臨界点に達すれば2つの世界は互いの重力で強く引き合い、
接近速度はさらに加速されるな。そうなったら。そうさ、たとえシゼルを倒してもグランドフォールを止めることはできないんだ。チキショー。これ初見時めっちゃどうしようと思ったな。絶望感じたわ。他に方法はないもしね、バッドエンドで終わると思ったの。テイルズに限ってみたいな。ある手は尽くした後だ。無理だよガレノス、そのことはあんたが一番分かってるはずだ。メルディかかってこい。来た。調べ物はまだちょっと終わらない。結局メルディってさ、どんだけ頭がいいのかよく分かんないんだよね。ちょうど今終わったところじゃ。私はちょっと体を休めることにするでな。いってらっしゃい。さ、じゃあキルメルテーテを堪能しとっか。不穏な BGM は避けて。そうそう、これを待ってました。はいな。綺麗。このシーンも大好き。グランドフォールとかネレイドとか、そんなのいっそ全部夢ならいいのに。キールがそんなこと言うは珍しいこと。本当にそう思ってる。全部夢なら傷つかずに済むだろう。キュー、気持ち分かっちゃうな。僕も正直大学ちょっと卓球をやらかしたというか、なんだろう、自分を曲げてしまってさ、全然強くなれないところが弱体化しちゃってね。なんかこんなことならこの大学じゃなくて別の大学の卓球部で過ごしたかったって思った自分もいるわけなんですよ。だけどメルディが、全部が夢ならメルディはキールたちと会わなかった。そういうことです。そう、これがね、なんかもしもう一度ね、なんだろう、人生やり直せるのはどうするって言われた時、ここ難しいとこだよね。そうそう、僕もそこ難しいんですよ。ちょっと似たような感じ。こんな風におしゃべりはできなかったよ。夢でなくてよかったな。 もし人生やり直して別大学行ったら、何かでさ、卓球は失敗したけど、そう、卓球部での人間関係は結構成功してたっつか、仲いい友達が多かったからさ、そう、これが夢だったと思うと。メルディは今が好きよ。みんなと生きてるから。くぅ、そういうことなんですよね、結局。っていう中ね、ちょ、僕の自分大学時代の話を照らし合わせてしまう自分がいました。なんかわかるっちゃわかるでしょ、そう。まあ、こんだけね、最近状況だけど、今日、メルディ実際に出会えたみたいな。お前、すごい。こういうことがあったから出会えたみたいな、ね、こうポジティブに捉えるメルディの方向性です。これがキルメルテーテですか。ああ。変化？変。なぜなら、キールはいつも怒ってる。それは普通。だから、今日はとても変。まあ、第一印象最悪だったもんな。そりゃ最悪だった。そんなに。今日キールも反省する男だった。怒ってるか、僕は。けれど、変なキールはいいよ。褒められると嬉しいよ。メルディも分からせられちまったな。キールの魅力に。そして、キールもメルディの魅力を分からせられちまった。しょうがねえな。ラブラブはしょうがねえな。お、いつから知ってた？ここの BGM はオープニングのオルゴールバージョンだ。やっぱオープニングがオルゴールで流れるのはね、胸が熱くなる。10年前に私がしたこと知ってた？ああ、まあそれはセイファートの試練ですね。ああ、セイファートの試練が教えてくれた。プライバシーの侵害だよな、すまんかった。そっか、やっぱり知ってたか。おお、びっくりした。いって。お前のパンチやばいんだから。もう黙ってるなんて水臭いんだから。あら、お前ってちっとも変わらねえのな。そう？変われる強さ、変わらぬ思い。リットのおかげだよ。は？のんきに笑ったり、思い切り怒ったり、たまに泣いたり。私が本当の私でいられるのはリッドといるからなんだ。リッドがずっと見ててくれたから、そういう人間になれたんだよ。私、大切な人を守れ。お、レイズの言葉やな。セイファーと死者も言ってた。レイズがそう言ってた。極光術はそのためにあるんだ。大切な人を守るためだったら、人はいくらでも強くなれる。だから、俺はここに。これもしかして変われる強さを表現してる？慌てず、騒がず、逃げ出さず、
ここにいる。大切な人を守りたいっていう、そういう思いは変わらない、変わらぬ思い。え、ダーニャのテーマに即してんな。大切な人か。リットのこと守りたいな。私一人じゃ無理でも、みんないる。仲間がいればきっと、怖いものなんてないよ。まあな、だからパーティー、テイルズ・オブ・パーティーってのがあるんだ。ああ、そうだな。なんかいけそうな気してきたぜ。お、リットもいけるいける言うか。お、だからお前の肩パンやべえんだよ。うん、いけるいける。大好き。そしてフォック、あ、フォックは確か何もしん、何もないんだっけ確か。あ、で大奨励のね、このやり取りもあるんだよな。いよいよです、皆さん、心の準備はできました。これだいぶ先の作品になるけど、テイルズ・オブ・ヴェスペリアでもね、あの精霊たちのさ、ミーティングみたいあったよね。僕たちは大奨励なんだよ。そうよ、問題は人間どもがどこまで踏ん張れるか。うるせえフリート、嘘やろ。上半身に対して下半身が貧弱すぎるやろ。私は大奨励の中にも心配なのがいると思うけど。だとよ。ごまかしすぎたろこいつ。ポケットすんなよノム。はにゃー、なんでボおめえの話さずにマジ忘れねえからぶっ殺してんよ。人間必死、私たちも必死。キヘボルトが喋った、日本語喋った。あ、もうみんなびっくりしたけど、もしかしてボルトが喋ったらびっくりしたんかな。僕らだって本気で挑むつもりだよな。めっちゃの絡まれてんじゃん。僕なら大丈夫、人間助ける。彼らだけの手にはあまりそうな敵だもんね。そうバカにしたもんでもないぞ。俺はあいつらの底力を信じてる。だからこそこれからもあいつらとこの世界で暮らしていきてえのよ。熱いこと言ってくれんな、イフリート。私だって信じてるわよ。エターニアに住まうもの全てのために全力を尽くそうではありませんか。おう。いやー、いいわこういったなんかね、なんだろう、大奨励のミーティング的なのちょっとそこなんだよな。なんだろう、メインキャラ以外が登場する決戦前夜は僕はなんだろう、テンションが上がってしまうんですねっていう、そういったのを言っとくわ。さっそー、じゃあ決戦か。あ、全然遅れても大丈夫ですよ、気にすんなよ。それよ、お前調べたいことがあるって言ったけど肩ついたのか。まあこれについてはまたラスボス倒した後に判明するか。それじゃあ行くぞ、みんないいな。よし、今日レベル足りてねえ気がすんな。まあここのね、ダンジョンで中ボスがいくつもいるんで、そこで経験値稼いで、まあ、最終的にレベル50くらいになったらいい方でしょ。だから僕初見の時もノーマルだけど、ノーマルの時はレベル50でクリアしたから多分ね、レベル50か60はいってなかった気がするんだよな。50くらいで倒した気がするから多分いけるやろって思います。じゃあ奨励法発射準備してもらおうかな。さあ、じゃあネレード迷宮つうか、シゼル城に突入するぜ。お、フリンジ砲かっこよ。なんかこのミサイルみたいってか、ほんとストレスで技術力半端ねえな。マジパネ、ボイスあるかな。お、セリセン・クレーメル。ミヤキスの胸に。なんだその書き声よ。インフェリア・クレーメル。よし、お前らいいな。両ビュースレンズ。で、革命軍でしょ、一応、修練士かって。革命軍のレベルじゃないよ、この技術力は。セリセンの中でもかなりやばいほど、見えたぞ、国体だ。何クレメルエネルギー注入、はい、お願いします。マイルチェアがほんと耐えてくれるの。あ、来た来た。これで国体の中に入れるようになるわけですよ。
不穏な BGM だけどな。まあ、ラスボスの BGM、エタニアはね、不穏だからな。ああ、15年ぶりに入るわ、シゼル城。どこまでやれるかな。ロイも、よっしゃとか、結構熱いこと言う男なんだな。新しいものが現れた。あ、それがシゼル城か。よし、というわけでね、とうとう国体の中身が出てきたということで、今度こそ追い詰めたのはシゼル、あそこにいる。さっそー、もうとうとうラスダンか。あと、スーパーとぐらいで終わりそう。ちょっとね、サブイベントつか、サブ系とかサブイベントとかなんか、そういったのもやりたいからさ。もうスーパーとぐらいかな。あとスーパーとぐらいで終わりそう。さあ、15年ぶりに入ったシゼル城。ぶっ殺しちゃうよ。ってところでね、ああ、ごめん、一旦ちょっと待ってね。なんかこんな風になってんのか。実際風景じゃない、幻ってことか。あ、馬天改札ここ。なるほど、シゼルのイメージみたいな。深層心理的なもんか。あ、前に進もう。では、今回はね、この辺で終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。まだね、最終回はあと数パートぐらい先だけど、正直もう最終回は目に見えてます。5パート以内に終わるでしょう。おそらく、ね。どうかね、最後は突っ走っていきたいと思いますんで、応援よろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。また次回、テイルズ・オブ・エターニア実況、その他の動画でお会いしましょう。バイバイ。